ひずめ橋は埼玉県桶川市川田谷に架かる荒川本流場の冠水橋である桶川市道18号線を通す。荒川は昔、ひずめ村の南西にある旧荒川を含む流路が本流だった。極端に落下していた部分で氾濫を繰り返していたため、1920年により開始された荒川の河川改修の一環で昭和初期に行われた。 荒川の河川改修などによる流路変更によって直線化されたことにより、荒川と旧荒川の間に取り残された同地区の農耕地を結ぶ生活道路となっている橋である。橋は荒川の川口から 51.6km の地点にかかる。現行橋は全長 49.48m、福音 3.14m の木桁た橋で、橋脚は交換性である。 各市通行制限があり、福音制限は標識にて1.8メートルで橋の両入り口に進入制限用のポールがあり、重量制限は標識にて3.0トンとなっている。スリップ防止のため、路面はアスファルト舗装がされている。道幅が狭いことから片側交互通行である。管理者は桶川市である。右岸側の取り付け道路は荒川右岸の堤防に設けられた。 荒川横包みに至る。近接する海平橋や太郎江門橋が通勤時間帯である朝湯を中心に混雑し、桶川、上尾市から川島町方面、及び入間川に架か,かる関水橋ので丸橋を経由して、川越市方面への抜け道となるため、関水橋としては通行量はかなり多い。なお、海平橋と太郎江門橋の間はおよそ 5km 強離れている。 冠水橋なので、荒川の増水時は、欄干が撤去され、通行止めとなることがある。欄干の着脱は、管理要員として、年間委託された、近隣住民が行っている。1996年秋、台風17号よる洪水で流出し、1997年3月5日、復旧し開通している。日詰め橋周辺の荒川周辺は広大な河川時期を、 右岸側川に有している。荒川が複雑に蛇行していた名残で、一部は川跡として残っている。河川敷は主に農地になっている。右岸側川は荒川沿いの低地に位置し、連続した堤防が設けられているが、左岸川は大宮大地の南方に伸びる、絶上大地の先端に位置しており、連続した堤防が存在しない。旧荒川で、 桶川市と川島町との境界を成しているほか、橋の下流川は江川を挟み、上尾市の地域となっている。ありがとうございます。